必死のパーツ。スタジオの後ろの方々うるさいですよ、死後が、はい、あのフードをかぶってたりいろんな人がいますけどね。今日出てない木山、岩崎もいますし、シバリアトーマスは、このコーナー実はですね、YouTube でご覧いただけますので、映像に映っちゃいけないので、シバリアトーマスは、フードをかぶ、まぶかにかぶっても犯罪者みたいになってますけど、山村館長もね、いたりしますけれども。さあ、このコーナーでございますが、はい、今日はですね、はい、バレンタイン特別企画、はい、今度の金曜日はバレンタインデーでございまして、はい、オリジナルスイーツ対決を2人にやってもらおうというね、はいはい、中山くんと村川くんの2人、はい、まあ、これまであなたたちの、まあ、人生を振り返れば、はいはい、ずっとバレンタインデーになればキャッキャキャッキャ言われてチョコばっかりもらってきたやろ。いや、全然もらってないですよ、僕が。いやいや、あのね、嫌味ですからね。いや、僕の前で言ったら、ね、本当殴るよ。飛んでくるよ。だってもらってきたでしょ。いや、友チョコとかあるじゃないですか。ほら、うん、もらってるやないか。そうなんだ、村川圭さん。僕もそんなことない。あんた友達いないキャラも言ってるけど、いるんだろ、結構。チョコの数。チョコもいっぱいあるんだろ。40。1年で40? 1年40。今まで人生合わせてそんなないですよ。でもね、これね、これには訳があって。聞きたくないですよ。僕、嫌なやつになるんで。あの吹奏楽部、はい、ということでですね、今日はですね。吹奏楽部やったんで、周りが女子ばかりなんですよ。それで、数は稼げるっていうだけです。ということで、はい、これ今のね、編集点って言いますよね。編集できるようにしました。ということで今日はですね、はい、いつももらってばかりの2人が、はい、私にチョコを、はいはい、チョコじゃなくて、まあ、スイーツを作ってきてくれてるんですよね。はい、作ってました。ありがとうね、破壊ランナーってお芝居の稽古もある中で、忙しい中で、そうでもないかもしれないけど、はいはい、ドラマご機嫌用の収録もある中で、そろそろ覚えてください。作ってくれました、はい、で、腕前どっちが上かっていうのを、ね、競ってもらおうと思うんですね。わかりました。当然なんかメッセージカードもつけてくれてるんですよね。あのこの、42歳のおじさんにどれだけ愛があるかという、はい、この辺も含めて、はい、今日は評価したいと思いますので、これからしばらく 5,6 分気持ち悪いコーナーで、ね、それは ご容赦いただいて、はい、この浦川康之42歳に、はい、本気で、はい、本気チョコを、はい、本気スイーツを本気ちょっと今言いながら恥ずかしくなってる自分で気持ち悪かったんですけど、さあどっちからですか。僕からいきます。はい、中山義弘君が、はいはい、作ってくれましたスイーツ、はい、まずメッセージ、メッセージから、あ、メッセージから流れるんだろうな、あのおしゃれサーティーサーティーみたいな曲がパンパンラパンラ、なかなか流れない、はい、いきます。ああ、大好きな浦川先輩、すいません、あキャラ入ってたの、あ、ごめんなさい、えらい声高いとかってだなと思ったら、あ、こういう感じで言うかしら、あ、なんか女の子のなんか後輩、あ、そう、後輩、そう、あ、はあ、はあ、そういう設定で、はい、ちょっと気恥ずかしいですね。じゃあどうぞもう一回、はい、大好きな浦川先輩、いつも素敵な浦川先輩、今日は私の気持ちを受け取ってほしいんです。先輩と面と向かって渡すのは恥ずかしかったので、友達の中山君にお願いしちゃいました。料理ベタな私なんですけど、お口に合うと嬉しいな。実は作ってる時に少し火傷しちゃったんですけどね、だけど私のハートは浦川先輩のかっこよさでいつも大火傷です。あっちっちいつも見守っています。 NY というメッセージです。これ結局あれですね、劇団パッチファンの方が喜ぶだけのコーナーなんですよ。浦川さんのために変えてきました。そうですか、はい、ということで、まあ、あの架空の後輩から、はい、受け取ってきたんで、ちょっとこのすいません、この箱は明らかにその千鳥屋で買ってきたぞ。何これ。これはもう家にあったやつですね。これあのこれデパートの下で買ってきてるよね、これ。もうそうですね、そうみたいですけど、多分中は手作りだと思うんで、違うの、うん、これあの箱はね、これ姫路のね、書写千年杉っていう全然書けないやつですね、書写なんですね。はい、はい、開けさせていただきます。おっと、何これ、これね、プリンですか。違うんですよ、蜂蜜パンナコッタです。パンナコッタ、はい、あのあれです、モロゾフのガラスの透明の入れ物ですね。そうです、モロゾフ、あのプリン食べた後によくあのね、はい、こういう麦茶入れて飲んだりするっていう。そうです、そうです。それにこれ白いパンナコッタ、白いんだね、はい、真っ白プリンのように入ってて、上にスライスしたリンゴが2枚乗ってますね、はい、ちょっとこれ売ってますね。お、本当ですか。これモロゾフで買ってきたでしょ。違う、本当に作ってきました。モロゾフですもん、だって周りは容器はだけはモロゾフです。ガラスの、はい、
でラップはね、あの自分でかけてるのラップでございますね。そうですね。パンナコッタって何？あのホイップクリームと牛乳と、うん、あの砂糖を混ぜてゼラチンで、あ、ゼラチンで固めるんだ、固めるやつです。クリームと牛乳と砂糖とバニラエッセンスとか入れて、で上にリンゴが可愛く乗ってますね。はい、これね、ラップがね、親の敵みたいにこうくっついて、なかなか取りにくい、当たれた取れた。じゃあこれ、じゃあ架空の NY という女の子の後輩からいただいたという、はい、本当に作ったの自分で。本当に作りました。おこのこれね、スプーンを入れた感覚がかなり滑らかな感じで、いい感じじゃないですか。あ、真っ白ですね。いただきます。うん、おこれね、モロゾフで食べたことあるな、これ。違いますよ。これ、綺麗な容器に入ってるの一回出して入れ直したでしょ、これ。違います。これだって売り物だもん。え、本当ですか。パンナコッタ、柔らかパンナコッタ、リンゴ風味、298円って感じです。いや、おいしい。うわ、嬉しい。決してね、甘すぎないんです。お、聞いたらホイップクリームだ、砂糖だって聞いたからもっと甘いかと思ったんですけど、はい、牛乳のコクがよく出てますね。嬉しい。あの寒天だいたい入れすぎたりして硬くなるとさ、はい、食感悪くなりますけど、はいはい、舌で溶ける感じ、滑らかな。わ、うん、めっちゃ食べ進んでくれてる。美味しいですね、これ。うわ、バクバクいってくれてる。すごい。正直ね、今あのこう食中毒の季節なんでね、あまりこう男が作ったもの食べたくないと思ってるけど。ちゃんと加熱してます。美味しい。うわ、よかった。なんだろう、これプリンのほら、要は卵の濃厚さがあるじゃないですか。はい、卵じゃ入れてないんだよね。卵は入れてないです。でもね、卵が入ってるぐらいの濃厚な舌触りと味ですね。すげー。リンゴも合うんだろうな、上のリンゴ。はい、蜂蜜も上からかかって。あ、蜂蜜かかってんだ、はい、でもそのね、甘ったるさがないですよ。もうリンゴうまい。歯ごたえもシャキシャキしてるし、うわー、ちょっと後から蜂蜜の甘さが来て、うわ、中山義弘勝利。やったー。もう結果出たよ。でもめっちゃプレッシャー。美味しい。ほとんど食べてない。そんなに食べたら僕お腹いっぱい食べれなくなります。はい、大丈夫、今日お腹空かしてるから。俺もうお腹空いてるんですよ。あ、で正直一番食べたいもの今とんかつ定食。出てきたらあなたの勝利です。あ、残念ながら。村川君、なんか大きな箱ですよ。はい、あのお誕生日ケーキ入れるようなケーキ屋さんの箱に入ってますよ。はい、うん、何ですか。はい、あ、メッセージからか。あ、メッセージじゃあ、まあいいや別に。もう時間もないからいいや。え、何、どうぞ。2時間目に帰ってきたので。2時間目。はい、もう一度する思いもないだろうしな、あんまり。いい、そんなことないですよ。じゃあ結構もうこのコーナーめっちゃ楽しみやったね。そうですか。先週から。はい、どうぞ。本気でお願いします。浦川さんへ。こんなことうまい。ハッピーバレンタインデー。ハッピーバレンタインデー。いつもお世話になっている浦川さんへの贈り物です。お世話しております。心を込めて作りました。うん、美味しくできてるかわからないですけど、気に入ってもらえると嬉しいです。甘いもの食べて仕事の疲れを癒してくださいね。これからもよろしくお願いします。中身ゼロの手紙だね。社交辞令だけしかないね。こんだけ社交辞令でよく8行もかけたね。いつもお世話になっている。い、心を込めて、ま、マジで甘いもの食べて仕事の疲れを癒してください。はい、いや癒しますよ、仕事疲れますからね、はい、この毎週水曜日の鳥なんですよ、録音が、はい、終わったとげっそりしますからね。え、これで、はい、はい、そうなんです。ちょっとこれケーキの箱に、はい、はい、どうなってんのこれ。あ、これ開けてもらって。開けていいの。はい、軽いなこれ。これ空なんですよ。なんか今の腹立つぐらいの。YouTube でご覧ください。YouTube で今これ公開しておりますよ。はい、完全に空です。何も入っておりません。この下り何だったの。中身がちょっと大きすぎて、はい、入んなかったの。はい、入んなかった。じゃあそっからでよかったんじゃないの。そっからでよかった。うん、え、ちょっと何これ。嘘でしょ。またこれ形容しにくいな。あのね、お皿が出てきました、四角いね。そこにね、はい、焼いたようなクッキーがハート型で載ってるんですよ、うん、そこにね URA 裏って書いてありまして、横にこれなんかあのね、本当にあのチョコレート屋さんで一粒500円ぐらいで売ってそうな、うん、あの粉、カカオの粉がかかった丸いチョコレートが3つありまして、そのハート型のクッキーの後ろにはこれ何でしょう。これケーキですね。これチョコミルクレープです。チョコミルクレープ、はい、上にあのクリームがかかってますね、はい、生クリームが、はい、でこれが一品ですけど、もう一品ありまして、はい、コーヒーカップの中に何か入ってます、はい、オニオングラタンスープみたいにコーヒーカップの上がこう
パイが乗ってますけど、はい、パイの上にまたさらに、チョコレートのパウダーと生クリームが乗って、はい、下なんでしょうこれね。これはですね、生クリームなんですけど、うん、生クリームとマスカルポーネチーズを、マスカルポーネチーズ、はい、はい、混ぜて、うん、でブランデーをちょいと、ブランデーをちょいと入れてこれだからね、ちゃんとしたこれコーヒーカップなんです、はい、そこの上にこうね、はい、パイ生地が乗って、はい、中からちょこっとなマスカルポーネチーズですか、はい、クリームが見えてます、はい、これじゃあパイをこれ崩しながら、はい、これ本格的ですよ、はい、パイのサクサクのパイ風ティラミスです。今黙ってなさい、今マイクの横でパイの音入れてんだから本当にあれ中何これ、マスカルポーネチーズだけじゃなくてちょっとスポンジ生地も入ってる、入ってないです、入ってないの、はい、チョコチップが入ってます。チョコチップ、あら、売り物ですよ、売り物。ほんまですか、これ何なのこれ、これ500円の入れるよこれ。いやマジですか、うん、え嬉しい。あ、ちょっとブランデー入ってるから大人の味ですね、はい、このねパイがあって生クリームがあってそのマスカルポーネチーズが入って、これなんて言ったらいいんだこれ、まあ、クリームですかこれも、はい、この3層の食感がすごいですね。あでこれだけじゃなくて、はい、もう一皿、うん、はい、なんかこうチョコクッキー焼いてくれてます、裏って僕のなんか名前も入れてくれてます、はい、トで、その横にこうチョコレートですかこれ、はい、チョコレートも作ったの自分で。チョコレート作りました。どうやって作るの、これ生クリームと、チョコレートを足して、今フォーク刺したらまあ柔らかい、はい、これなんこういうの何チョコレートっていうのこれ、これはトリュフチョコ、はい、1個ほら 4,500 円で売ってますデパートで、うまっ、やったー、やるよくてビターです周りが、はい、で後ろこれ何でした、これはチョコミルクレープです。ミルフィーユみたいになってます、はい、クレープですか、はい、でチョコですね、はい、生クリーム乗ってますね。あ、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10層ぐらいに分かれてます、はい、手間かかるよこれえ、どれぐらい時間かけましたこれ作るのに。昨日の11時から始めて、朝の5時に終わりました。優勝6時間かけましたか、はい、かけました。うん、チョコレープ、はい、あ、これうまいっす、あれうまいそうなんですか、これなんか味がない、あ、分かった、これ、はい、トリュフも食べたからだ、チョコの味があるからだ。ちょっとこっちがきつすぎました、なんかカルキ臭がするダメやん、何なんだろう、なんか科学的な味がするなこれ、科学的な味な、でもまあ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 、ミルクレープ、はい、手間かかってますよこれ、うん、でもやっぱこれですね、トリュフチョコ、これみんな食べよう後でな、これ、はい、ちょっと小さく切ってほら断面もちょっと汚くて申し訳ないんですけど、ちょっと僕もいいですか、あ、どうぞどうぞ、うん、美味しいよこれこれで、これ何だったっけこれ、もう一個パイ風ティラミスです。パイ風ティラミス、はい、パイ風ティラミスうまいということで、中山くんはどれぐらいかかったの時間、僕は1時間なんだこれ、全然パンダコット美味しくないこれパンダコット全然美味しくないわということで、美味しかったです、ありがとうございます。いや、やっぱり毎年40個もらうとは違うね、いやいや本当に僕もね、本当にね、次生まれ変わったら本当に1年か2年でいいからものすごくこう女性にモテて、もう本当こう次から次に女性を捨てても次に女性が来るようなあなたたちのような人生歩みたいな、うん、本当に幸せ。YouTube 見ていただきましたら、僕ね、口の周りね、チョコとパンのことだらけですから見ない方がいいと思います、 YouTube。本当にでも幸せでした。ありがとうございます。皆さんも素敵なバレンタインデーが来ますように。はい、今日食べながらで失礼いたしました。お相手浦川康之と劇団パッチ村川慶吾と劇団パッチの中山義弘でした。村川くん素晴らしい。ありがとうございます。